小形義則は北海道札幌市東区出身の元プロ野球選手。宇藤左だ。現在は広島東洋カープのスカウト。小学生の頃陸上の選手が足らず、先生に頼まれてハードルの陸上大会に出場した。厚木ブラウンズで本格的に野球を始める。日大藤沢高校では2年時の夏の甲子園でベスト16、3年夏は 県大会準優勝。その後、高校時代に甲子園出場へ導いた鈴木博式監督率いる日大に進学。一年時は二部リーグもレギュラーとなり、二年春から一部。東都大学一部リーグ通算48試合出場、158、打数40アンダー、打率、253、5本類打13打点。四年政治は首相を務め、 周期のリーグ戦でベストナインを獲得。しかし右膝前十字人体を断裂し、プロからは声がかからなかった。卒業後、ホンダに入社。当時のホンダは都市対抗野球大会に出場できない低迷期にあり、2002年には新日鉄機密、2003年には日本通運の補強選手として都市対抗野球大会に出場した。 2003年のドラフト4巡目で広島東洋カープに指名され入団。2004年7月27日の読売ジャイアンツ戦で初出場。翌7月28日に2番二塁手で初めて先発出場し、上原浩二からプロ初安打を放つ。この試合以降、8月までは3割を超える打率をキープ。8月にはほぼ全試合で1番二塁手に定着し、 遊撃手や中堅手でも起用され、1年目からユーティリティぶりを発揮した。9月には不振に陥ったが、打率250、4本類打4盗塁と1年目としては結果を残した。2005年、アンディシーツの阪神遺跡により1番遊撃手で開幕スタメン出場。その後、39試合連続で1番遊撃手を務めた。 打率は3割を超え6本塁打を打つなど結果を出していたが5月28日の西武ライオンズ戦で古傷である右膝前十字靭体を再び断裂。この故障の影響でシーズンの残りを欠場。出場47試合にもかかわらず失策数は遊撃手としてリーグ最多の12個で盗塁数9個はチーム最多だった。2006年 1>, 1月から練習を再開、開幕戦からの復帰を目指していたが、3月中旬に、再び右膝の違和感を訴えた。検査の結果、右膝大腿骨下斜面軟骨損傷の診断を受け、軟骨の血損を修復する内視鏡手術を受けた。一軍出場なしに終わった。2007年、怪我の再発を防ぐため足の負担の少ない外野手へ転校した。 1>, 1軍でも2軍でも全てが癒しとして出場。3月30日の阪神タイガースとの開幕戦で途中出場。約2年ぶりの公式戦でタイムリーヒットを含む3打数に安打の活躍。その後は1軍と2軍を行き来するが、8月24日には巨人の三木ひとしからプロ入り初のサヨナラホームランを放ちヒーローインタビューで涙を流した。周期キャンプからは、 阪神に FA 移籍した荒井貴弘の穴を埋めるため三塁手の練習も行った。2008年足のサポーターを外し、三塁手としてシーズンに臨む。春季キャンプでは三塁の助っ人として、新加入したスコット・シーボルの対抗は筆頭だったが、オープン戦では攻守に安定性を欠き、開幕に軍スタートとなった。二軍でも三塁を狙う選手が多く、 打撃の調子も今一つでなかなかスタメン出場できなかった。2009年、再び外野手としての出場が中心となる。6月17日に約2年ぶりの1軍昇格を果たすが、わずか1試合1打数の出場のみで2軍に降格。10月9日、戦力外通告を受け、現役を引退。カープのスカウトに転身した。担当選手には、 鈴木誠也や田中広介、森下徹る人などがいる。ありがとうございます。